はい、宿題になっていた迷路を作ったんですけども、どうでしょうか。ありがとうございます。普段いろいろ執筆など忙しい中で、でもちゃんと細かい道とかもあったりして、ただこれやっぱちょっと思ったんですけど、手前とか結構カメラが引っかかってしまったので、ああ、ちょっとこの辺も削ったんですよ。あの手前の方の。そうだったんですね。もうちょっとやっぱりカメラ上から見たいなっていうのもあったりとかしたんですけども、まだあれなんですよね、ゲームのちゃんとしたデザインが決まってないから、マップもなんか作りようがなくてですねとりあえず仮で置いてみたって感じなんです。まだ全然仮で大丈夫です、はい、これからちゃんとしたレベルデザインっていうんですかね、はい、あのスタートがあってゴールがあってっていうのをどう面白く見せるかっていうのは作っていこうかなと思うんですけども、はい、実際一度これで実行してみますか。はい、はい、こんな感じですね。こんな感じなんですけど、もうちょっと上から見たい感じしないかなって思ったんですよね。あー、確かに。あとカメラ近いかなとか、じゃあカメラちょっと調整してみますか。お願いします。はい、じゃあこの状態で F8 いっぱい押していただいていいですか。はい、そうするとあのマウスでキャラクターを選択できるようになってると思います。あ、はい。でそうするとですね、あの右の詳細パネルのところにはいいろいろと出てきまして、まずカメラブームを選択していただいてもいいでしょうか。カメラブーム下のターゲットアームレングスが今400になってると思うんですけども、はい、これをなんか600とかにすると、ああ、そうです。気になるんですね。はい、お、いいですね。この今、真ん中の画面の右下に映ってるのが、実際のゲーム画面と同じ、中の位置なんですけども、これを見ながら調整するといいのかなと思ってます。ちょっとキャラクターが上の方すぎますかね。そうですね。ポケットオフセットの00500とか、細かく調整していただけると。ここを。はい。ああ、いいですね。500いいですね。はい、あ、いい感じ、いい感じ。よかったです。画面選択していただいて、F8 するとゲーム画面に戻ります。おー、あ、いいっすね。あ、ちょうど良さそうですか。もうちょっとでも上から見たいかな。一回じゃ F8 で抜けていただいて、カメラブームもう一回選択していただいて、一、はい、回ソケットオフセットの X を200とか。キャラが今度下の方に行っちゃいますね。はい、ここであのフォローカメラっていうのが上にあると思うんですけども、これをちょっと選択していただいて、今回転が 0-40-0 になってるのを、はい、-60 とかにしていただいていいですか。おお、なるほど。こんな感じでちょっとずつ動かしていくのがいいのかなと思ってます。これで、また真ん中にしたいので、カメラブームを200になってるのを300とか400とか、こんな感じか。あ、そうですね。どうでしょうか。これで、はい、一回画面 F8 で戻っていただいて、ちょっとキャラクターの顔が見えないっていう、そうですね、はあるんですが、でもこれの方が迷路感は出ると思います。あ、そうですね、はい。これディアポってこんな感じだったっけ。まあじゃあそうですね、一旦これに OK しましょうか。はい、編集したのをちゃんと反映しないといけないので、はい、一回 F8 を押していただいて、はい、キャラクターを選択していただいた状態でコントロールキーと K ボタンを押していただくと、コントロール K、 おー、ループリントが無効なクラスが発生するためロードができませんでした。このブループリント親クラスが削除されてないことを確認してください。続行しますか。エディターがクラッシュする場合があります。左上の赤い四角ボタンで一回ゲームを止めておきます。さっきの作業をあのブループリント側でもする必要があるので、左下のコンテンツブラウザーのサードパーソンの、ブループリンツのキャラクターの方ですね、先ほどと同じように左上の、コンポーネントの一覧から、カメラブームを選択していただいて、ターゲットアームレングスを、600 本当は先ほどのコントロール K で変更した内容をここにも反映できるはずなんですけども、これで、あと最後に左上のコンパイルを、はい、押してください。はい、これで実行するとさっきと同じ感じになるはずです。お、はい、なってますね。あ、よかったです。はい、ゴールをじゃあ作っていこうと思います。はい、とりあえず右下あたりですかね。いいですね。はい。今、実は、ちょっと罠を引いてしまいまして。罠？はい。実はですね、今、あの、右の BP ゴールのスフィアを選択した状態で動かしたんですけども、はいはい、そうするとですね、このオブジェクトではなくて、はい、このコンポーネントを動かしてます。
ああ、そうなんですね。なので、BP コールの方を選択した状態で動かした方が安全です。はい、そうですね。はい、すいません、できました。右端でいいと思います。はい。これで一回、じゃプレイをしていただいて、はい、ちょっと右端まで。はい。これでもあれなんだね。本来なら、もっと近くに置いてテストするべきだったね。あ、そうですね。さあ、出るか、ゴール。出た！左上に出てます、ゴール。ゴールできました。お、すごい。ただ、これですと、どこにゴールがあるのかがちょっと分かりづらいので、あ、そうですか。何か目印になるものを置くのがいいのかなと思います。うん、一番サクッとやりやすいのが、そこにライトを置くのがすごいやりやすいと思います。いいですね。それいいっすね。はい。この先ほどのブループリントをもう一回開いていただいていいでしょうか。はい。ライトを置くので、コンポーネント追加のポイントライトがいいと思います。ポイントライト右側のライトの色を変えるところがあります。ライトこれですね。はい、ライトカラー、ここをダブルクリックすると色が変えれます。ゴールっぽい色に。あ、ゴールっぽい色って何色なんだ。ゴールっぽい色、黄色なのかな。なんでやってみましょう。で、その上のインテンシティというものがあるんですけども、はい、それが光の強さなので、ちょっと強めの方が2万とかでもいいと思います。そうなんですね。じゃあ2万にしましょう。左上のコンパイルを押していただくと、なんか光って、めっちゃ光ってます。めっちゃ光ってる。この青いなんか輪っかは光の範囲なんですか？あ、その通りです。おー、結構広いですね。あ、でもいいですね、これ。はい、これで、とりあえずゴールはそれっぽいのができたと思います。はい。せっかくあの今ゴールでライトをやったので、はい、その延長上で自分の近くだけ光らす、明るくするみたいな、はい、ちょっとできればと思ってます。結構今全体が明るくて、はい、先まですぐ見えてしまうので、はい、これをちょっと暗くしていこうと思います、うんうん、右上のアウトライナーっていうところがあるんですけども、ディレクショナルライトっていうものがマウスカーソルの近くにあります。これをポチッと、これですね。はい、で、下にライトのインテンシティと呼ばれる、さっきちょっといじっていただいたものがあるんですけども、はいはい、0.1 とかにしていただいていいでしょうか。0.1。だいぶ暗くなると思う。おぉ、ちょっと。だいぶ暗いですね。でもなんか一気にゲームっぽくなりましたね。やっぱ雰囲気が、はい、雰囲気が出ますね。はい。これで実行していただくと暗いので、キャラクターは見れるんですけど、周りが全く見えません。なので、ここに自分の周りだけ照らすようなライトをキャラクターのブループリントにつけていきます。了解です。BP サードパーソンキャラクターを、ダブルクリックで開いていただきまして、ビューポート。はい、ビューポートです。コンポーネントにスポットライトを追加してみてください。検索の方が楽なので、ライトで検索して、あ、そうです。スポットでも大丈夫です。SPOT でいけます。出ました。はい、これでポチッと押してください。おっと、光った。今ですとキャラクターの前だけ光る感じになってます、はいはい、キャラクターの周りだけの方がいいと思いますので、うん、このスポットライトを下の方を照らすようにした方がいいと思います、はい、上のそこをポチッとしていただいて回転モードにしていただいて、緑色のところをくるくると回して下をまず向けます。で、次にまた、移動モードに変換する必要なので、はい、それです。赤でちょっと上の方にギュイーっと、ううそうですね、そんな、はい。どれぐらいがいいんですかね。一旦そのぐらいでいい気がします。まず見てみようって感じですね。はい。これで調整していくんですね、大きさとかを。そうです。これで、どうでしょう。あ、おー、だいぶ暗いで。でも暗いっすね。ホラーゲームみたいになりましたね。もうちょっと明るくてもいいのかな。もうちょっとライトのインテンシティ、光の強さを上げた方がいいのかなと思います。こうやって調整していくんですね、ちょっと。でも地道な作業が続きます。もうちょっと1万とか2万でも、まず1万でいってみます。はい、あ、おお、でも結構暗いのか。これでゴールまでとりあえず行ってみたい。あ、やっぱ暗くなると一気に難易度が迷子になってます。自分で作ったのに迷子になってます。あ、これちゃんとレベルデザインしたら、あ、おお、見えてきたーで、ゴール左上に、あ、なんか光の感じもいい。これはもう、あと敵追加したらもうゲームになりそう。今の明るさで大丈夫ですか？もうちょっと明るい方がいいですか？これ客観的に見て。僕は1万5千か2万ぐらいでいいかなと思って。一応なんか明るいのも見てみてって。あ、そうですね。考えてもいいですよね。はい。2万で見てみましょうか。いろいろなものをこう見て、調整してって繰り返しですもんね。はい。おお、2万でも結構雰囲気出ますね。これ範囲を狭くすればいいのかな。ああ、そういったこともできます。2万にすると、でもちょっと明るすぎる気もするんですね。周りが見えすぎちゃってる。ああ、確かに。ちょっとスポットライト狭めてみましょう。狭めるパラメーターは、もう一回スポットライト選択していただいて、アウターコーンアングルっていうのがあるんですけども。ああ、これをこうするんですね。はい。だいぶこれで狭くなったと思います。25とかにしましょう。
これでちょっと見てみましょう。はい。あ、おお。いいです。これです。これです。はい、ゴール。あ、いいですね。いいですね。バッチリです。これが全部無料で使えるんですか？一応3匹の子豚がコンセプトなので、動物の豚でどうですか？言っております。ほらほら、これ。わあ、豚が。あ、お、すげえリアル。わわわわ、怖い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 。これで襲ってきたら怖いな。